この業界に永遠と渦巻く闇。休みは少ない。労働時間が長い。休みが少ない。これね、ほんまに闇やと思います。休みどんなことしてんの？どれぐらいやってどんなことしてんのみたいなのを、はい、ちゃうかなみたいな。はいどうも。はいどうも。ルースの寺坂でーす。寺坂です。パオーン。本日の動画は、この業界に永遠と渦巻く闇。闇。休みが少ない。労働時間が長い。いや、仲良く語っておいて何だっけ、最後。給料が低い。給料が低い。はい。いやこの呪いの3つがね、やっぱある限り、やっぱこの美容業界の地位ってなかなか上がっていかないと思うんですけども。間違いないと思います。給料が少ないっていう面では、ちょっと前回お給料の話させてもらいましたよね。結構ね、遊んでる方が多かったりとか。そう、松井くんが意外とお金使っちゃってるやねみたいな、ちょっと冬に思いましたけど。まあね、でもね、あの動画撮った後にいろいろ考えたんですよ、自分も、はい、これどんくらい使ってるの、これこんぐらい使って、あれはこんぐらい使ってとかと思ってたら、あ、俺も結構使っちゃってるなと思って。そうですよね。意外となんか使ってんのにあんま言ってなかったなって思ったんですけど、はいはいはい、まあ、食費だけみたいなのになっちゃってたんですけど、意外に使ってましたね。意外とその使ってるものをあんまりこう把握できてなかったっていう事実だったんで。わかりました。まあ、でもこれから美容業界に入ってくる人たちも金銭面でも夢を持って入ってもらえたらなっていうふうに思うんで、はい、ルーストの社員でも平均年収、サラリーマンの平均年収以上ほとんどちゃう。サラリーマンの平均年収どれくらいでしたっけ。いくらか分からへんけど。わからんのかい。まあでも多分美容師さんの平均年収は余裕で超えてるかなっていうところは。超えてる、超えてる。はい。だからそこはもっともっとね、上げていきたいなっていうふうな僕らとしては思ってるんで。はい。そして今回は、はい、もう一つの闇。休みが少ない。休みが少ない。これね、ほんまに闇やと思います。そう。で、ルーストは休みどんなことしてんの？どれぐらいやってどんなことしてんのみたいなのを、はいはい、言っちゃうかなみたいな。ああ、いいですね。でも結構美容師さんの休みの使い方って大きくあるのが、外部のセミナーに行くとか、お休みの日も撮影するみたいな、はいはい、なんか休みの日も仕事してるっていうイメージが結構ある感じするんですけど。いや、好きなことやしね。まあね、趣味っていう感覚でその勉強しに行ってる人もね、はいはいはい、休みの中ではいるとは思うんですけども、うん、別に強制とかっていうわけでもないしね、はい、ただもう僕らはもうひたすら休みは堪能してる方かなっていうふうに思うんですけれども。かなり堪能してると思います。どっちから行きます？寺坂さんもいろいろやはるかなと思うんでね。え？いや、僕は特にないんやけど。じゃあ特にないのであれば、じゃあもう中西くん、じゃあどうぞ。休みの過ごし方、基本的に映画見てる。ちゃうやろ。いろんなとこ行ってるやんか。はい、そうだね。それをピックアップして、まあ、それを言ったらよかったですね。まあ実際の過ごし方としては、この間のお休みとかは、今が2月11日で、明日ちょっと僕誕生日なんですよ。おお、ほんまや。ありがとう。ありがとう、メンディ。ゆなちゃん、ゆなちゃんも、ゆなちゃんと僕と同じ誕生日で、で、まあ誕生日なんで、ちょっと彼女にサプライズというか、おー、してもらったん。はい。なんか僕はインスタちょこっと見てしまったけど、どんな感じの。まあなんかコロナなんでね、さすがに京都からとかは出れないですし、もう完全にマスクして消毒液持ってみたいな状態でちょっとお出かけさせてもらったんですけど、僕初めて祇園でランチ行ってきて。おー、で、祇園のランチ行かせてもらって。祇園にあるお店のランチ。そうです、祇園にあるお店の祇園のランチ。祇園のランチってなんか高そうじゃないですか。まあ、祇園っていう、ね、そう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 、昼からコース料理食べるみたいな。いいやん。で、まあ、京都フラフラしようかってなって、なんか京都観光みたいな感じでやってたんですけど、清水寺の方行って、清水寺ほぼシャッター街。あ、そうなんや。そうなんですよ。今もう平日どこもお店やってませんみたいな感じで、でまあフラフラして、まあ、ちょっとカフェ寄ったりして、あ、もうそろそろ帰らなあかんなぐらいの時間、夕方とか、もう帰るかって言った時に、まあなんかケーキ取りに行こうかって言ってもらって、ちょっとのろけ入ります。いや、もうだいぶ前からのろけ入ってた。だいぶ前から。失礼いたしました。で、まあキルフェボンに、あーね、京都の有名な、はい、有名なフルーツタルトが有名だった。あ、そうです、そうです、そうです。で、まあケーキ取りに行って、で、まあ帰ろかって言って、帰ろかって言って、はい。で、なんかテクテク歩いて行ったら、テクテク歩いて行ったら、テクテク歩いて、テクテクってね。
ね、まあなんか1日3組限定しか泊まれへんホテルみたいなのがあって、暗証番号を入力したらゲストだけ入れますみたいな。ほう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 。でなんかそこにサプライズで連れて行ってくれて、開けたらねもうめちゃめちゃおしゃれ。どんな感じおしゃれだ。もう一面このルーストのこのコンクリート張りみたいな部屋なんですよ。その部屋がスミっていう名前です。部屋の名前スミってある？絶対ないでしょ。ちょっとおしゃれやな。おしゃれ。マルダっていうホテルなんですけどね。ほうほうほう。そこでまあちょっと夜ご飯ちょっと大丸かな、大丸行って、まあなんかデパ地下のお惣菜ってそんな普段食べないじゃないですか。まあね。でそこでまあちょっとめっちゃいろいろ買ってお酒飲みながら乾杯みたいなね。でお祝いしてもらうみたいな。感じの休日の過ごし方をさせてもらってましてね。何こののろけ動画。ぐちゃぐちゃのろけやけど、聞きたいのは普段の休日や。そう。いや普段の休日もでもなんか言うたら、わざわざそれをまあピックアップしてくれたんやけども、ね、中西くん普段の休日の過ごし方、ね、のろけたくてのろけたくてもうこの話したくてしたくてしたくなかったんで、全国の中西ファンとやっぱり彼女だけはすごい喜んでくれてると思う。まあでもなんか京都に旅行に来る際にちょっと参考にしてもらえればなと思うんですけど、ね、ちょっと僕もそこは気になりますけど、はい、まあそうですね、普段の休日の過ごし方はふらふらいろんなところ巡ってるのが多いかなっていうのがあって、インスタとかですごい美味しそうなご飯屋さんとか写真映えしそうなカフェとか写真映えしそうなスポットとかそういうところ調べて、で今日ここ行こうやみたいな感じで写真撮りに行ったりとかっていう感じの休日の過ごし方はもう今月カーにお休みになりましたけど、休みが合う日はもうしょっちゅうしてますね。でたまに映画見に行ったりっていう感じなんですね。が多いですかね。京都ってカフェ多いんですよ。だからなんかそうなんや、行っても行ってもなくならへんから、結構休日の過ごし方としてはカフェめっちゃおしゃれみたいな。カフェめっちゃおしゃれみたいな。はい、美容師ってやっぱそんな休日過ごすんやね。まあそんな感じです。はい、はい、寺坂さん、休日の過ごし方聞いちゃいますか。そうですね、ぜひ聞きたいと思います。僕は、家でひたすら映画見てます。一緒やん一緒やん。あー、こうやってこのままこうやって休日がまた台無しになってまうかなって思ってたら、そう思ってたら、はいはいはい、ちょうどね、佐賀ちゃんが絶対連絡んねん。連絡先はこちら言うて、連絡先はちょっと、はい、でもインスタに、いや、これガチになるからやめて。ガチやからやめて。